ちらどこに来てるかというと稲村ヶ崎にやってまいりました。神奈川県の江ノ島の方ですか。ちょっと海のところに来てます。で今日は何していくかというと親友のなっちゃんと一緒に一日過ごしていきたいと思います。なっちゃんあ、行きたいところがいくつかあってなっちゃんにはプランをお伝えしてないので自由に見えないとこでピースしないでてかさ鼻声じゃないなんかね、なんか多分エアコンつけて寝ちゃったからだと思うんですけど鼻声なんですけど楽しくやっていきます。ということで今日は浅井を見に来ました。来たかったのずっとここに。あ、そうなの。そうだからなっちゃんを誕生日、今日はなっちゃんのお誕生日デートなんですけど先週誕生日だったんですよ、1週間前に。なので今日は誕生日プレゼント何が欲しいって聞いたら分かんないって言われたので今日1日をプレゼントしようと思ってそんなプランになってます。じゃあ食べます。私さ、こういう塊になったグラノーラ大好きです。わかる、美味しいよね。いただきます。うわ、美味しい。美味しいね、うん、結構蜂蜜甘いね。ね、美味しい。てか海の海側の席も隣の方と近い距離になっちゃうけどあるんですけど涼しさを選びましたエアコンがあるから。でお昼何食べたい？何だろう。この後12時半からろくろ回しをします。ろくろ回し？ろくろ回し？くるくる回しじゃない。まあ、くるくるするけど、あのこうやってやってさ粘土みたいなさ。皿とか花瓶にするやつをしに行きます。なるほどね。でも何時？10時でしょ。10時でまだ時間があるからあと11時から車を使えるようにしてるから1時間ある。あれ入ってなかった。じゃあ歩いて駐車場に向かいます。さあ選択肢出すからさ、うん、その中から決めて。 1. 和食の定食、うん、2. ハンバーガーとかガーリックシュリンプとかちょっとハワイアンっぽいもの、うん、3. イタリアンピザとかパスタとか4. エスニック、なんかガパオライスとかフォーとかどれがいいですか。うわー、2択だな。お、どこまで行った。ハンバーガーか、うん、ピザ。おーってくるから。ねえねえねえ、美味しそうじゃない、ね、パン屋さん見つけたのでパンを買います。パンを買いました。近いね、あと10分ですよ。近いね、うん、ねえ、私さ、車の免許取るってなった時にさ、うん、何が一番したいってさ、海沿いをね、ドライブすることだったの。あ、今めっちゃ叶ってる。ねえ、お天気良くてよかった。なっちゃんと雨の中ドライブどうしようと思ってたよ。でもなんか今日雨予報だったよね、一応。え、そうなの。そう、雨予報だった。雨予報だったから、うん、雨でサンダルどうしようとか思って。そうだよね。そう、よかった、そうだったんだ。そうそうそう、私基本晴れ女だからさ。私も晴れ女。よかった、2人とも晴れ女だから大丈夫だったんじゃない。ね、駐車券を一発で取ることができるのでしょうか。頑張れ。はい、危ないって言われてます。あ、ちょっと前です。はい、
ってる？こっち。いいんじゃない？いいじゃん。プリン食べてきまーす。カメラも連れてくけど。皆さん、じゃじゃん、本日発売しました、超スイーティーのフルーツチョコレート、いや超スイーティーの超フルーツチョコレート、美味しいのでぜひ食べてください。食べる？いいの？美味しいから食べてほしい。このパッケージのね、ここか、ここに私たちがいるので、ここの部分は傷つけないようにしてあげてください。ですね、見て、ヨカちゃん無事、さくらちゃん無事、ももはちゃん無事、私だけ破れました。そんなことある？そんな、私だけ。他のみんなは無事なので許してください。はい、これ断面見せたい。いただきます。で、チョコが入ってきた、このフリーズドライのイチゴが入ってるんですけど、めっちゃイチゴじゃない？美味しいよね。超フルーツのチョコレートで、超フルーツチョコレートです。ご賞味ください。じゃあ今度こそプリン食べてきます。カレー何で迷ってる？シェアする？違うカレーだった。あ、これシェアに入ってる？うん、じゃあこの2個にしよう。あ、で、でプリン後にする？頼むの食べれなかったらやだ。あ、プリシアかけんの？頼んだんだから。そうする？プリンでカスタードとかぼちゃ一つずつ。カスタードは本当に普通なんですけど、ちょっとここ他のお店があんまり変わってないので、普通のプリンも結構だったら絶対にクリームプリン。じゃあそっちにします。はい、はい、フレッシュとかぼちゃです。はい、お願いします。ありがとうございます。プリンのフレッシュクリームとかぼちゃは食後食後でお願いします。このプリンの先でお出ししてるんですが、はい、このプリンの先で大丈夫ですか？大丈夫です。やばいね、カマンベールチーズカレー。そうね、やば、ね、美味しそう。ヘルシーだね、野菜いっぱいで。ヘルシーね、本当だよ。私はエビとほうれん草のカレーシェアして食べます。いきまーす。わ、待って、大好き、15穀米みたいな雑穀ご飯。美味しいよね。美味しいよね。いただきます。ドレッシング美味しい。何それ？カブ？紫だね。最高だね。さあ、選択肢出すからさ、その中から決めて。マジで楽しい、いい休日、ありがとう。じゃらーん、フレッシュクリームプリンとお茶プリン。いただいた。いっぱい取って。はい。ハムいっぱい取っちゃった。いただきます。うん。全然違う。うん。なんかこのさ、黒いバニラビーンズが見える系の食べ物大好き。うん。バニラのアイスクリームとかもさ、
通のよりこういうつぶつぶ見えるバニラの方が好き。さまでした。じゃあ工芸に向かいます。まず次、側面で優しくキュッと包み、真っ赤なままグラフで回していきます。これ、手触り滑らかなツルツルな土使ってます。すごい気持ちいい。しっかり入れてみたら、これもうちょっと早くても大丈夫。はい、もうちょっと早くても大丈夫。このぐらいで OK です、はい。で、側面しっかり濡らしてあげたら、ほんのちょっと両手水つけてあげて次これ真ん中のくぼみ部分にまたちょっと水しっかりと、はい、つけてあげます、はい。親指1本深く縦に沈めていくんですけど、深さ的には1個の大きな作品作る人、まずこれ根元ぐらいまでまっすぐ深く1本沈めちゃって大丈夫です。でこれもまっすぐ縦に沈めば沈むほど器の形ちょっと厚さ綺麗な均等の、なのでこれど真ん中にまっすぐ指、指が巻き込まれている感覚があります。させてあげた方が綺麗な器になります。この巻き込まれてる感覚正解ですか？大丈夫です。このままちょっと力入れても大丈夫です。おー、このまままっすぐ下に沈めてあげます。こう斜めに残しても大丈夫ですし、こっちでこう平らにすることはできるんですけど、平らにする場合この手の低いところ合わせになってくるので、若干そうです。またちょっと手が低くなってきて、ちょっと愛おしいです。このちょっと綺麗な指使い、伸ばすときに、はい、伸ばすときに若干そうです。どこに上げるかとか、おしゃれです。おしゃれ、OK です。はい、完成させますか？お願いします。はい、ならゆっくり。ゆっくりと自分の方に向かって、でこういう花瓶だったり、どんぐり茶碗っていうのを1キロプラス水分量を含んでるんで、重いですね。重いです。はい、OK です。持ち上げて。あ、OK です。いい感じ。こんな感じで花瓶が完成です。ありがとうございます。はい、そうそうそう、このバケツの中で粘土しっかりと落としてが終わりました。楽しかったね。めっちゃ楽しかった。で今から今時刻が3時ちょっと前なんですけど、何しようかって考えまして、水族館に行くのと海でかき氷を食べる案が出て、水族館が17時までしかやってないってこと で私たち今あんまりお腹空いてないので、ご飯屋さんに行くっていうのも違ってカフェとかね、だからレジャーシートを買って持ってきたの、あと使い捨てのタオルと、だからちょっと2人で水際でパシャったりとかしてレジャーシート敷いて海でかき氷を食べたいと思います。なので今から海水浴場のちょっと空いてるところに行ってかき氷を食べたいと思います。今ですね、めちゃめちゃ雨が降ってきて、ちょっと無理じゃないって話で海水浴場でかき氷を食べるのは諦めました。しょっぱいものが食べたいよねっていう話になって、マクドナルドがあったので、今なっちゃんが M サイズのポテトを2つ買ってきてくれてます。ありがたい。私は車を端に寄せて待ってるタイです。どうしようかな。一応7時まで車乗れるようには借りてあるんですけど、この雨だとちょっと
こも行けないですね。この辺はこの辺はどこもさ車降りて観光する場所でしょ。だからちょっと戻りつつ雨の状況を見て考えたいと思います。え、あの子傘差してった？差さないで行ったの？そういえば、え、傘ここにあるんだけど、ね、びしょびしょになって帰ってくるんじゃないの？ハンカチ用意しとこう。え、絶対びしょびしょだよね。あれ？晴れ女の話したはずなんだけどな。ねえ、ほら傘差してない。ねえ、傘差さないで行ったの？うん、大丈夫？いる？うん、大丈夫。ありがとう。ありがとう。意識いる？え、なんで使わなかったの？うん、なんで？え、あれ660円だったから。ねえ、ごめん使ってよ。え、700円渡そうか。いや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 、いらないよ。ありがとう。全部出すはずだったんだけど、すいません、ごちそうさまです。ポテト、一旦戻る方向で考える。今日来たところに。そうだね、ここにいても仕方ないもんね。一旦走らせます。ということで車を返却して、今からはノープランです。ただただラーメンが食べたいねっていう話をして、食欲しかないね今日。なんか美味しいラーメンを求めて参りたいと思います。電車に乗ります、江ノ電。そんなこんなで美味しいラーメンを食べてお家に帰りました。本日も見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。